寒いっすね。去年 NHK の朝ドラ梅ちゃん先生で堀北真希さんと夫婦を演じ全国区の人気者に。2012年ナンバーワンブレイク俳優の松坂桃李さん。お相手は久しぶり。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。俳優仲間の相葉弘樹さん。2人は2009年に放送されたサムライ戦隊チンケンジャーで共演。松坂さんが主役チンケンレッドの柴健。そんなことで選ぶのよ。相葉さんはチンケンブルーの池波龍之介役を務め、プライベートでもよく遊ぶ友人に。今日は、まあ、2人でドライブっていうことで、この同じ空間で喋るっていうのさそれが久しぶりだよね。久しぶりだよね。2人きりでね。ワゴンあるスティングレーに乗り込んだ2人、どんな極上空間を過ごすのでしょうか。車だから行けるところもある。車だから話せることもある。並んだシートは二人だけの極上空間。二人のプレミアムトークが始まります。真剣じゃって1年、まあ、全部トータル合わせると1年半とか2年ぐらいあった作品だけど、うん、そうだね。終わってからもこうやってお互いのまあ芝居とか見に行ったりさ、まあ、プライベートでも飲み行ったりできる関係ってなかなかなくない？確かにね。だからすごい貴重な現場だったなって。まあでもそれだけさ、うん、まあ約2年ですよ。まあそうね。あんな作品なかなかないよ。あそこまでさ一つの作品関わってさ。そうね。思い出に残るピュアなときめき。そういえばさ、はいはい、子供の頃の通りってあんま話聞いたことないんだけど。うそ、どんなだった？クラスの中でリーダー的存在の男の子いるじゃん。いるね。よくでその男の周りにいる愉快な仲間たちみたいなの一人の目立たないやつ。意外と地味だよね。そう考えるとあなた逆な感じでしょ。違う？あのね、全然逆でもなく、うん、むしろどっちかっていうと、うん、もしかしたら通りとかよりももっと引っ込み思案だったと思う。あ、そう。小中はずっとメガネで、うん、高校でコンタクトにして。あ、そっからモテ始めたってこと。そこでちょっとやっぱりさ髪型とかも気にするじゃん、うん、でそこでやっぱり入学した当初、うん、まあみんな浮ついてんだろうね、男の子も女の子もなんとなくちょっとイケメン風な人に話しかける感じよ、女の子。あ、女の子が。だから、うん、入学して1ヶ月ぐらいかな、モテたのは。モテたんであなたそれで。俺中学時代は全くだったね。高校の時にちょっとそのモテ期っていうの、世で言う、はいはいはい、のはなんか来たんじゃねえかっていう。高2で。高2で、うん。でもそれこそあれだよ、そのバッチみたいに連絡先を聞かれるとか、それぐらいで。だから俺告白されたことが本当にない。嘘でしょ。本当に。じゃあ人生で告白されたっていう回数何回ぐらいある？いやだからゼロ。ゼロ。ゼロは嘘だよ。本当に。本当なんだ。お前それはないって。ゼロはないって。本当なんだって。手紙はあるでしょ。いや手紙もないよ。え？本当に。お前これ言うとさ、お前嘘つけよみたいな、取材とかで結構いろいろ言うんだけど、そういうの。でも本当なんだよ。だその取材の人とかも、通りがモテないで誰がモテんのって話になってこない。そうなってくると。いるんだって、モテる人っていうのは。じゃあ、うん、まあ付き合うとするじゃないですか。するね。全部通りから言ってるって。全部俺から言ってるよ。お前意外とっていうか、うん、勘だね。勘なの？勘だね、そういうところ。全部そうだね。初めての彼女っていつなの？僕ですか。うん。中2かな。小学校の頃から、うん、俺のことずっと好きだった、
好きに思ってくれてた子がいて、なんとなく分かってたのよ、うん、でも全然初めは好きじゃなかったんだけど、うん、そういう風に聞くとさ意識しちゃうじゃん確かに、ね、あいつ俺のこと好きなんだみたいな感じでずっと意識しちゃってて、うん、自分から告白した。で成功して、でもねシャイだから、うん、手もつなげないの。おお、まあ最初ってそういうもんだよね。通りは初めての彼女どうだった？俺も中2だったね。おお、マジか、うん、でまあ自分から告白して、うん、初めて付き合えて、うん、で俺はねちゃんと手つないだよ。マジで？うん、登下校だよ、夢の。いやーすごいな。そういうのってなんか憧れるじゃん、うん、毎日手つなぐの？いや毎日ってやっぱ人前だとねちょっと恥ずかしいからさ、うん、まあだから帰りとかじゃない、うん、一緒に帰ったりとかしてさ、うわいいな、超楽しいよね中学のさ帰り道。そうだよ、だからしかもこう江ノ島とかさ湘南だからさ、うん、まあデートとかはさやっぱり地元で海とかになるわけよ、うん、あれはね海沿いでデート、海沿いデートはいいよ、最高だな、最高ですよ海沿いデート。普通の男子が芸能人になるとき、通りはデビューのきっかけは何だ？たまたまうちでそのファインボーイズっていうファッション男性ファッション誌があって、でなんかオーディション、モデルオーディションのページがあったから、うん、でお前出てみろよみたいな、まあ、いわゆる大学生のノリだよね。オーディションってどんな感じなんだろうみたいな興味本位で、グランプリ取ったの？それでグランプリっていうか、まあその専属オーディションになりますみたいな、そういうやつだよ。すげえよな。でそこからそのオーディション受かって、うん、で俺らの事務所のさ、はい、養成所があるわけさ。あるね、うん、でそこに無料で入校できますみたいな、うん、そういう特典があって、うん、でなんか知らない間になんか入ることになってしまい、うん、気づいた時には新しい先代のオーディションがあるから行ってきなさいって言われ、そう、そういう感じだった。でもその当時はじゃあ、うん、よっしゃ俳優なろう、全然全然そういう感じじゃなかったんだ。思ってなかったね全く。それこそバッチはさ、うん、自分からよしやったろうみたいな、あそういう感じだったの。中3の時期に、うん、ジュノンボーイをね、うん、ハトコのお姉ちゃんが送っててくれて、うん、それ知らなかったんだけど、それで第一次審査が通った時に親から、うん、今あなた恋の実は受けてて次第二次審査があるのよ行ってきなさいって言われて、あ勝手に出されてて、出されてて、で一次審査通ったところで知らされたと。え何それと思って、うん、でジュノンボーイっていうのはなんとなく名前では聞いたことあったけど、あそうなんだ、実際どんなもんなのかよく分かってなかったし、うん、でまあ行ったわけよ。行って田舎の中学生よ、うん、けてけど、うん、お母さんと一緒にまあ行ったらみんな親子連れで来てる人なんていないわけよもうみんなすげえイケメンの人 いっぱいいるよ。あーと思って、やべえみんなかっこいいみたいな、間違いなくこれと思ってで案の定まあその回は落ちちゃったのね。あそうなんだ。その雑誌に乗るか乗らないかみたいなところで、あその審査、よくあるよね、その審査が第二次で、うん、なんかねそれがすっごく悔しくて、あその落ちたことに対して、落ちたことがすっごく悔しくて、うん、なんだよと思って、うん、よし分かった、じゃあ来年はもう自分から受けたろうと思って、お俺はもうこれで芸能界入るんだっていう気持ちで、うん、自分で応募して、うん、審査に特別賞もらって、それはすごいわ。そう、うん、一番頑張ってた時期。じゃあ通りは高校の頃はさ、うん、何大学行こうって思ったのやっぱり。いやもう普通に大学行って、うん、でその当時俺はオレンジデイズっていうドラマがすごく好きで、うん、でみんな大学ライフ遅れたらもう最高だわ、絶対大学行って、うん、オレンジデイズみたいな大学ライフ送ってやろうって思ってたら、うん、全然違ったえ何かになりたかったとかなかったんですか当時？ちっちゃい頃は漫画家になりてえって思ってたね。あなんか絵描くのが好きだったから。絵か、そう下手だけど、うん、なんかいつかなんかそういう絵に関わる仕事がしたいっすみたいな
絵上手くないよな。でもそんな言うほどで、ね、ないよ。そうなんだ、うん、意外絵が好きっていうの俺初耳だな。ちょっとあんま上手じゃないから言ってないだけな上手じゃないけど好きは好きね。好きは好きな。相葉さんは、はい、オフの日何してんですか。オフの日は、まあ、DVD 最近は映画見てるよね。俺もね映画と、まあ、映画見ることが多いな。あでオフだって分かった前日に飲むみたいな。飲むのは一人で飲むんだ。飲むね基本的に。すごいな、一人では飲まないな。そう俺だから一人で焼肉とかも行くよ。マジで行かない。行くね。行くでしょ一人焼肉。そうそうそう、するよね。するする。いや俺この間取られたのに一人焼肉らしいよね。なんか松坂通り孤独の夜みたいな。あこうやって取られんなって思ったわちょっと腹立つでしょ。いや笑った笑った。うんすげえ平和だなって思った。記事になるんだみたいな。そうだよね、うん、その焼肉つながりで、うん、これから行くご飯屋さんっていうのはとっても美味しい焼肉屋でございます。どう美味しいんですか。どう美味しい。そういやーうまかったね。しかしね美味しかったですね。なかなかないよね。あのね、なかなかなかったね、うん、どうすか、うん、そしてこの車の乗り心地は。いやあのね、うん、小回りが効くよね運転しやすいよね非常に。ちょっともうしばらく乗ってなかったけど、そうそうだいぶ、うんね、戻ったんじゃない感覚は。だいぶ戻ったね。うん子供たちのヒーローになるその裏で。いや真剣じゃの話戻るけどさ、うん、まあどうだったのよそのタケルっていう役をさ1年半ぐらいやって。まあでもあれが初めてだったからね。なんかその大変も何もその比較対象がないからさ、うん、その今までのその生活から離れる感じはすごく大変だったけど。そうだよね。そうその仕事をするっていうことに関してはそこのなんて言うんだろう大変とかっていうのは、うん、初めてだから分かんなかったよね。あでもこうやっぱやっていく中でいろいろ自分の中で変わっていくものがあったんじゃない。初めはやっぱり分かんなくても現場でさ、うん、相当叩かれたっていうかさ。そうだっけ。あったよ言われてた。本読みはさ最初の方あったじゃん。うん1、2話か3、4話ぐらいかなの本読みの時にさ、はい、みんなでこう並んで本読みしてさ、で、まあ俺と翔吾がデビュー同じだからさ、うん、なんか監督にほら緑のやつはなんかこう本読みでもこういうことしてるけどお前は何もしないのかみたいなあ、すいませんでしたって言ってあとこうカメラマンの松村さん、はいはいはい、なんか分かんねえなカメラの前に立つなみたいな。すいません。え、そんなこと言われた。俺最初の方言われてたよ。くっさって思いながら。ちくしょうって思うよね。あだってでもさ、ちくしょうって思っても分かんないからさ、分かんないもん、分かんないもんね、どう直していいか分かんないんだよね。経験がないからな。そうそうそう。選択肢がないもん。そうだから必死に周り見て。そう考えたらさ、うん、バッチの方がさ、うん、やっぱ先輩じゃん、うん、その時はどう思ってたの。こう決まってあの俺と高梨で話してたのは、うん、通り主役で決まって、うん、まあもちろんお仕事もしたことないし、うん、でそれでいきなり主役に決まっちゃったから、うん、もうだからサポートしていこうっていうことを話してて、通りも結構精神的にきついと思うからサポートしていこうね。そんな優しい感じだったよ。え全然ね。しかもそれ全然クランクインする前だよ。あ本当にって話で、あそうだねっつって、うん、多少なりともやっぱり経験があるからやっぱ俺らがアドバイスできることはしてって、まあそれでうまくねやれたらいいよねって話をしてて。そうだね。うん優しいな。そんなこともあったのに通りはなんかだって言ってくれないんだもんそんな。確かに言ってはないな言ってないですか全然意味ねえじゃんそれ言ってはない。言ってはないけど確かに言ってはなかったけど、うん、言ってくれよ真剣じゃ決まってさ、うん、どうだったのこの家族の反応。いや大変だったね。大変だった。うんオーディションに合格するまでの過程をさほとんど言わずに来てたから、うん、受かりましたと
で急に、まあ、親からしたら急に息子が受かったと、オーディション受かって、で戦隊の赤に決まって、通ってる大学をちょっと休学しなきゃいけないと、で一人暮らしも始めますみたいな、いきなり何でもパン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 ってこう言ったもんだから、怒られまして、ふざけるなと。どっちに怒られたの？両方。え、親と言い争ってる間にこっちもなんかちょっとムキになって、じゃあ俺が出てってやるよみたいな。え、そんな感じだったの？そう、この仕事で食ってってやるよみたいな、なんかちょっとわけのわかんない意地を出してしまい、それでまあ半ば強引に家を飛び出し始めたけど、待っていたのは諸田さんに怒られるみたいな。意識を変えるフッ素100との出会い。去年 NHK の朝ドラ梅ちゃん先生に出演し大ブレイクした松坂さん、その舞台裏では、梅ちゃん先生、どうだった、決まって周りの反応というか。ああ、でもね、その真剣じゃでリアクションが薄かった親が初めてリアクションを取ったんだよね、そこで。あ、そう、朝ドラみたいな。あ、なるほど。そんな違うのみたいな。小さな車、大きな未来、鈴木の提供でお送りします。やっぱり旅見えるんですね。見える、見えますね。まあ朝ドラに出てからさ、まあその真剣じゃやってた時は殿とか、そうだね、ちっちゃい子からもさ言われてたけど、朝ドラ出てからはノブーみたいな、ちっちゃい子でもノブーみたいな、ちっちゃい子でも見てるんだ。見てる、すごいなと思って。もうすっかりノブだ。ノブだからすごいことだったんだなと思って。でオーディション自体もそんなオーディションしてない感じで、なんかそのプロデューサーと監督とで俺と顔見せみたいな形で、で会って、でなんかそっからどうも見られてたらしいんだけど、そういうどういう感じのやつなんだろうっていうのを、